皆さんこんばんは、リサです。今日はですね、私が最近使っているクレンジングオイル、ミルク、そして洗顔を紹介していこうと思います。結構こう購入品とか見ててもらうと分かると思うんですけど、いろんなのがやっぱり気になって集めてみたんですけど、結構長いこと使ってるものだったり、こういう時に使うよっていうのがなんとなく自分の中でもあるので、そういう使い分けとまではいかないかもなんですけど、そちらを紹介していこうと思います。はい、最初にじゃあクレンジングですね。でこちら前にも登場しました、じゃーん、クリーンイットシルキーですね。こちらジバンシーのもので、空港の免税店に行くとなくなってる時は買ったりするものなんですけど、これは減りはかなり遅いものです、私のクレンジングの中では。で以前にも紹介したと思うんですけど、こう鼻がこう角栓で詰まってきたなとか、ちょっと黒ずんでるなっていう時はこのオイルで鼻周りをこうくるくるしたりとか、これはあとはパーツ、マスカラとかでもカール力の強いタイプのマスカラとかってやっぱり落ちが悪いので、そういうものをパーツで落としたりしてます。そういう時はコットンにオイルを染み込ませて浮かせてから落として、その後別のもので他の部分は洗ったりっていう感じでするので、これはあんまり全顔に使うタイプではなく、パーツとかあと鼻の黒ずみ、角栓が気になった時に私が使っているクレンジングになります。2個目、こちらですね。こちらも結構長くて、インビプラス V、 こちら2本目になるんですけど、これは炭酸のタイプです。これをどういう時に使うかというと、こっちの毛穴の黒ずみ角栓の時は結構詰まってるなっていう時、そこまでいかない時はこっちで落とします。でこれも割とウォータープルーフのマスカラでも一気にこう全顔落としてくれるんですよ。まあ本当はね、パーツで落とした方が顔にはいいんですけど、やっぱり毎日そうやってこうパーツでしっかり落として、ここはこれでやってって結構大変じゃないですか。そういうめんどくさい時は結構これで済ましちゃうことが多いです。でこれは結構全顔に使います。ただカール力の強いやつとかかなり落ちにくい、こう例えばエチュードハウスのマスカラとか、あとカール力が強い系のとかだとなかなか落ちないので、そういうのはさっき言ったみたいにガッツリオイルで落として他の部分はこれでとかします。普通に普段するメイクぐらいだったらこれだけで全顔落とすことができるので、これを使ったりします。ただ炭酸って結構浮かせてくれて落ちるっていう感じがするので、落ちはすごくいいんですけど、ちょっとだけ突っ張るとまではいかないんですけど、そんな感じがします。でもすごく楽で、一気にバッて落としたい時はこれですね。3つ目がこちらです。じゃん、こちらミノンのアミノモイストモイストシルキークレンジングメイク落としというもので、私の中でミノンって結構保湿に特化してるっていうイメージがあるんですけど、これはクリームタイプのものになります。で乾燥肌の人はクリームとかミルクの方がいいんだよっていう風におすすめされて使ってみているものです。で結構メインで落とすのは最近はこのミノンのアミノモイストだったりします。目元がこういう時はさっき言ったようにパーツを落として、その後はこのクリームタイプのを出して手になじませて、こう化粧水をつける時と同じようにこうやってやりながらやっていくと、これはやっぱり落とした後に突っ張る感じとかはないのですごく好きです。これもね、もうなくなっちゃいそうなので、白いちごの方も買ったんですけど、白いちごよりは私はこのミノンのこちらの方が好きなので、まあこれ買ってもいいかなっていう感じで思っているものです。これは結構普段使いです。このファンデーションすごく乾燥するなとか、今日すごく乾燥してるなっていう日はこっちは使わずこっちです。次こちら、じゃーん、レアウのボタニカルプラスパーフェクトクリアクレンジングオイルメイク落としというものなんですけど、これもね購入品で紹介したと思うんですよ。で結構ね減ってきてるかなと思うんですけど、これは結構気に入ってて、重くないメイク落としっていうのかな、結構サラッとしてるんですよ。こちらもオイルなんですけど、こうあんまりわかんないか、結構こっちはトロッとしてて、こっちは割とサラッとしているオイルで、これの好きなところは結構洗い切れがいいっていうのかな、オイルだと結構こう何
結構言い過ぎじゃない？こう洗っててもなかなかいつまで結構ヌルヌルしてて洗い落ちが悪いなってすごく思うことがあるんですけど、すごくそういう面で軽くて使いやすいものです。で、洗い上がりもスルッとしっかり落としてくれてて、これも結構鼻の黒ずみだったりとかそういうのにもいいかなっていう感じがして使ってます。すっごい安いものではないんですけど、私的にすごく似ているなこれにって思うオイルがあって、それがこちらです。こっちもめちゃくちゃ好きなんですよ。 SK2 フェイシャルトリートメントクレンジングオイル、これを初めてね使った時に、あ、なんて軽いオイルなんだ、オイルなのかなって思ったようなクレンジングオイルだったんですよ。オイルなんだけどオイルとなんかの間なんじゃないかと思うぐらい結構サラッと泡切れがいいっていうのかな、なんかそういう感じがするのすっごく好きだったんですけど、これはまあ結構高いんですよ。それに比べてこっちの方が安価で割と似てるので、これは結構好きです。これも洗い上がった後にそんなに突っ張ったりする感じはなくて結構好きです。こっちが好きな人だったらこれ多分結構好きなんじゃないかなと思うんで、好きなオイルの一つです。この4本が基本的に私が最近メイク落としで使っているものです。で、続いて洗顔なんですけど、洗顔で最近一番よく使うのはこちらです。ライスキンというものですね。で、これはなんか面白いもので、これをね顔全体にこうクレイっぽいんだけど塗って、まずで30秒から1分ぐらい放置して、そこからこう泡立てるようにくるくるって洗顔していくとパックって言っていいのかな、もうできちゃうっていうタイプのものです。お風呂のものだとシートタイプのものとか洗い流すタイプのものとか、まあいろいろ使ってきたんですけど、放置時間が短くて30秒から1分でよくて、パックと洗顔に時間がかからないので結構毎日使いにすごくいいなと思って使っているものです。なんか面白いなと思ってこれも使っています。まあこれもなかなかいいかなと思います。で、もう一つこちら、じゃーん、こちらはですね、ミノンアミノモイストクリアウォッシュパウダーです。で、これは酵素洗顔なんですよ。酵素のやつだと今まで私が使ってきたのだとハリウッド化粧品のやつだったり、あとオーセだったりとか結構いろいろ使ってきてるんですけど、今までのものはかなり洗顔した後にキュキュッとまではいかないんですけど、しっかり落ちたなとは思うんですけど、少し突っ張る感じがあったと思うんですけど、そこはなんかさすがミノンだなっていう感じがして、今までの酵素洗顔のパウダーに比べてすごく優しい、しっとりっていう感じです。洗い上がりがこうキュッっていう感じはないんですけど、ちゃんと落ちててくれるよっていう感じがするので、ここら辺とか結構なんだろうな、こう鼻、小鼻周りとかってなんか皮脂がやっぱりしっかり落ちてなくて、なんかメイクここら辺が崩れやすいなとか思ったりする時あるじゃないですか。そういう時はこれを使っています。これもね割と好きです。で、次こちら、こちらリピですね。一番高い洗顔ということで昔動画で紹介しましたが、リチュアルなんとかってやつですね。で、これは黒いジェルのタイプで、ジバンシーの中でも一番高いアンチエイジングのラインなんですよ。だからなんかすごい顔が疲れてるなとか、ちょっと明日撮影とかあるから整えていきたいとか、そういう時に使うようにしてます。だからこれは夜に主に使うんですけど、こう毎日使うというよりはスペシャルケアみたいな感じで、こう肌が疲れてるなっていう時とか、まああとは週に2回とか3回ぐらいかな、お風呂で使うっていう感じですね。まあ高いのでケチケチ使ってるんですよ、ケチケチ。これ普通に日本で買うとかなり高いんで、免税で買って1万ぐらいかなって思うんで、本当に高級なものなので、やっぱなんかこういうの使った日って、まあ、効果ももちろんあるんだと思うんだけど、あ、スペシャルケアをしたから肌がすごく良くなるって思ってやっぱ寝るのが大事だと思うんだよね。病は気からみたいなもんだと思うんだよね。こういうの使ってるからすごい綺麗になるっていう信じ込む自分、そういうのもすごく大事だと思うの。ということでね、これはそうやって取り入れてます。これもね結構好きなんですよ。これはジェルなんで、こう泡立てるのが最後で、最初にこう動画見てもらったら分かるんですけど、こうマッサージとかして血行を良くして、最後にこう磨き上げるっていう、磯のカツオみたいな石の頭みたいなやつで磨き上げるっていう、そういうちょっと変わったやつなんですけど、これもなかなかいいです。これは私はプレゼントとして送ったりすることもある大好きな洗顔です。はい、
で最後にこちら SK2 なんですよ。 SK2 フェイシャルトリートメントジェントルクレンザーなんですけど、私の中でこれは大絶賛なんですけど、まあこれはそこまで大絶賛するあれでもないかなとか、超失礼なんですけどっていう感じです。ハイブランドのラインだと今使っている洗顔がここら辺になるんですけど、どっちかって言うならこっちだと思う。もちろん価格がそうなんですけど、これはなんかもう私の性格っていうかあれなんだけど、しっかりなんか泡が立たないと、なんか洗ってる感覚はちょっとなくて、この洗顔ってあんまり泡立たないんですよ。だからなんか洗えてるのかなとかちょっと思っちゃうんだよね。仕上がりもしっとりするし、乾燥タイプの人とかにはいいかもなんだけど、これを買うんだったらこれだしってなんか思っちゃう感じの洗顔です。はい、で最後こちらですね。こちらもうなくなるんだけど、マドンナスキンのやつですね。っていうかマドンナスキンが伊勢丹新宿に入ってて、すごいびっくりしたんだけど、今日買い物行ったらすごいびっくりしました。入ったんですね。でこれはこれもなんかすごい洗い上がりが軽いところがめっちゃ気に入ってるんですよ。多分その使用感が私が好きなタイプだから気に入ってるんだと思うんですけど、まあ、ミストとか美容液とかそんないいなって思わなかったんですけど、これは結構好きで使ってます。結構香りが強いっていうところはあるんですけど、この洗顔はどういう時に使うかというと、帰ってきてとりあえずメイクが落としたいって結構皆さん思うじゃないですか。風呂入るまでは時間あって、でもメイクは落としておきたいなっていう時の洗顔っていう感じです。これはいつも常に洗面所にこうやって置いてあってすぐ使えるって感じです。他は結構お風呂場に置いてあります。泡切れの良さとか軽い洗い上がりがすごく好きなんだっていう私みたいなタイプの人、日本にももっといるんじゃないかなと思うんですけど、そういう人にはすごくおすすめな洗顔ですね。はいはい、といった感じで、これが最近私がアクティブで使っているクレンジングと洗顔でした。お乳ももちろん入ってくるんだけど、もともと気に入っててリピートしているっていうものが割と増えてきたかなっていう感じがします。今回無印は入ってないんですけど、こんだけあるんで無印も好きなんですけど、あれやっぱりちょっと最近突っ張っちゃうなっていう感じがあるのであまり使ってなくて、ジェルの分をクリームタイプに移行してきた感じです。買ってみて、おーこれいいっていうのがあったらまた紹介していこうかなと思います。というわけで今日は洗顔とクレンジングの紹介でした。ちなみにこう泡切れがいいとかオイル切れがいいとか軽い使い心地だっていうのとか、おすすめの洗顔クレンジングがあったらぜひコメント欄に書いていってください。片っ端から買って試します。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。